皆さんこんにちは、ジェイソンルコブルーだ、ヒラヒラだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターユニコーンの続きになります。前回の動画でタツノオトシゴに組み替えました。今回の動画はこちらのクジャクに組み替えます。はい、ユニコーンとタツノオトシゴの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではクジャクに組み替えます。完成、クジャクです。はい、クジャクに組み替えました。これクジャクと言いたいんですけど、どう見てもアヒルに見えちゃいます。言われてみればクジャクには見えるような見えないような。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形自体はよく作られています。トサカはカーブパーツで、目はプリントパーツで、くちばしはカーブパーツになっています。続いて胴体はこのようになっていて、胴体もカーブパーツとかが結構使われていますので結構よく作られています。足の造形については結構シンプルな形になっています。はい、そしてクジャクの翼部分はこのようになっていて、やっぱクジャクの翼といえばこんな感じで結構カラフルなんですけど、このレゴクリエイターではしっかりと再現されているところがいいと思います。ただ個人的にクジャクの翼って結構緑がかってるんですけど、今回は白ベースに結構カラフルな色が使われています。クジャクの可動範囲なんですけど、この翼がヒンジでこのように動きます。それ以外の可動はありません。個人的には頭部も動くんじゃないかなって思ってたんですけど、頭部は動かないです。先ほども言ったんですけど、クジャクというよりかはやっぱアヒルに見えちゃいます。では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。なんか大きさ的にミニフィグ乗れそうですね。ちょっと乗せてみたいと思います。羽を倒してここに座らせれば、おー、はい、こんな感じでミニフィグを乗せることができます。なんかこうしてみるとワンピースのカルーみたいですね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。なんか大きさ的にマリオのキャラクターにいそうですね。じゃあこれもレゴマリオを乗せてみます。これ大丈夫かな。ちょっと無理やりなんですけど、こんな感じで乗せることができます。はい、レゴクリエイターユニコーンのクジャクはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターユニコーンクジャクに組み替えてレビューしてみました。このクジャクは少ないパーツでよく作られているところがすごいいいと思いました。造形的に言えばクジャクの羽がすごいカラフルになっていて、これもいいと思いました。ただ個人的に言えばこれクジャクというよりかはやっぱりアヒルに見えちゃいます。はい、今回の動画でレゴクリエイターユニコーンの3つの作品を全て作り終えました。この中で僕が個人的に良かったのは最初に作れるユニコーンです。ユニコーン自体の造形がすごいよく作られていて、全体的にカラフルになっているところがとてもいいと思いました。これは同時期に発売されたレゴクリエイタースペースシャトルと一緒に並べておきたいです。で、あと3つの作品全てが全体的にすごいカラフルになっていてとても綺麗と思いました。このレゴクリエイターも値段が手頃なので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。